は日の光、やかしだらけ、夜は月と星、あがき、人間どもの最後のあがきの様子だ。我が魔力もて地球ごと黒い嵐、闇に閉じ込めて時滅ぼすのは今、行けよ再びの出自りを繰り返すまいぞ。光の突然闇こそ美しい、我らの命悔い、闇こそ美しい。朝の空焼けよわめけ、人に似合う染みあふれた心あるかぎり、我が闇のエナジーをすることなけれど、光を照らせた闇こそ闇の城、もうお前の奇襲劇にこれ以上付き合う気はない。一刻も早く皆殺しにしろ。セーラー戦士のスターシードを全てこの宮廷に持ち帰るのだ。ほう、あの忌まわしい光が蘇ってしまった以上一刻の猶予もならん。未だかつて破られたことのないナイトメアたちの悪夢洗脳の術、それをあの光は一瞬で。しかしご安心ください、我々は奴らに二重の罠を仕掛けていたのです。二重の罠、あるきっかけでもう一度悪夢の回路がスイッチオン。あるきっかけとは何だ。内緒。準備はすでに。面白い、もう一度だけお前らにチャンスをやろう。最後のな。ギャラクシア様、何者なのです、あのちびちびとかいう小娘。そんなに恐ろしいのですか、あなた様のようなお人でも。知りたいか、あいつは私の。ちょっと、あいつは私ので、その後気にならないやつはもう、ねえ、その後何なのよ。私がおばさん見たくなる。だってお回しぶりじゃない、これはその後その話題で盛り上がれってことで絶対。あいつは私の。隠し子、そんなわけないわよね。あいつは私の。上の目、また僕のことからかう。違うでしょもう。ねえ、あんた何だと思う。あいつは私の。熱い風。残念もん、いや。ねえ、あんたは。あいつは私の。敵。何それ。当たり前じゃないのよ。もうやった、もう真面目でつまんない男ね。もう誰か教えて。あいつは私の近所の電気屋の子供。ちょっと女王様、電気屋ってあんたそんな関係ないんじゃないんですか。ちょっと、幕降りてきちゃった。もう恥ずかしくなって幕降ろしたなんてすごいわよね。女王様だからよ。そんなことより、僕たちの永遠人間計画はどうなってんだよ。そうよね、今度こそ失敗は許されない、うん、あいつらをギャラクシア様に差し出してピュアな夢を持つ人間をもらうんだ。でもそれって本当にあの星にいるのかしら。まさか、え、あいつは私の。まさかあの光の小娘がピュアな夢を持つ存在だったりして。負けないぞ、やり抜くぞ、クールな穴来い。あー、銀河テレビ衛星放送開局記念番組、全国高校対抗サバイバルクイズ、4人は天国、1人は
地獄。それでは本日の回答者、麻布十番高校の5人組に登場していただきましょう。盛大な拍手を持ってお迎えください。わーすごい。あんた何、やめろはい、せーの、早速自己紹介いってみよう。麻布十番高校の水田亜美です。得意は理数科、苦手はスポーツです。よろしくお願いします。同じ有野美奈子です。好きなジャンルはズバリ芸能音楽。今日は頑張ります。同じ好きなウサギです。好きなジャンルはベルギーワッフルです。そういうのジャンルって言わないよ、分野のこと。あ、そう、大好きな分野は食べること、遊ぶこと、寝ることです。大嫌いな分野は勉強という名のつくもの全てです。よろしくお願いします。木戸誠です。特技は空手、趣味はもちろん料理です。応援よろしく。ひなれいです。私はみんなと高校は違うんですが、助っ人でやってきました。これは仕事着です。あと特技は誇りっぽいところです。なに、あーもう彼女の特技は霊感です。今日は頑張ります。はい、みんなありがとう。それではここで番組を進行してくれる素敵なパーソナリティをご紹介しましょう。銀河テレビの局アナ、森林虎之介とアシスタントの諸見陽子。はい、エブリバデーナイスミーチュー。夢の配達人、森林虎之介です。アシスタントの魚の見陽子ちゃん、どうもさ。本日は銀河テレビ局へようこそ。皆様、今日の銀河テレビ局、衛星生中継で全世界に放映しております。皆様の声援が全世界に届きます。応援よろしくお願いします。ありがとう、みんな元気ですか？オッケー、大きい声でみんな乗ってるかい？男の声ばっか、オッケー。そんな君たちのためにスペシャルゲストをお招きしております。はい、なんとあのロックシンガーの鳥頭ひかりさんと申します。Chasing after you。 なぜかこの曲を聴くと血が騒ぐ、前世の記憶でしょうか。でも今は鳥頭光です。いい、僕の頭は鳥頭。ちょちょちょ、3歩歩くと忘れちゃう。ちょちょ、3人揃えばアマゾン鳥。ちょちょちょ、3人揃えばアマチュア社交ダンスクラブ。ワン、ツー、スリー、フォー、スロー、クイック、クイック、スロー、クイック、クイック、引回して引いて、はい、ステップン。あっ、はい、いけない。素敵だマス。はい、じゃあ行きましょう。さあ、私たちだけが楽しんだところで、はい、麻布十番高校の美少女諸君、みんなハワイへ行きたいか。あー、オーケー、みんな行ってもいいんです。さあ、小野美さん、早速クイズのルール説明を。はい、ざます。早押しクイズの形式で、正解した人から順にゲームから抜けていくことができるざます。そしてなんと4人までがハワイでの決勝ラウンドに進めるざます。落ちるの1人だけ。はい、足手まといな人は帰っていただくことになっております。オーケー、それではレッツゴー。それでは第1問。隣の客はよく書き食う客だ。坊主が屏風に上手に坊主の絵を描いた。生麦、生米、生卵、ジャズ、シャンソン歌手、新春シャンソンショー。さて、坊主が描いた絵は何でしょう。はい、月野さん。ジャズ。どんな絵。サメ。じゃあ、はい、水野さん。坊主の絵。正解。素晴らしい、水野さん、早くも一抜け。はい、いいなぁ。できたます。水野亜美、最後の楽園へようこそ。コングラチュレーション。はい、それでは今お手つきをした月野さん、マイナス1ポイント。はい、なんだろう。間違えると床が落ちて行きます。それでは第2問。イントロアテクイズだます。次に演じる曲の題名を当てください。ミュージックスタート。ジャン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 。はい、月野さん。天国とカステラ。ダーなるほど。はい、アイヌさん。天国と地獄。正解。きたアイヌ美奈子、最後の楽園へようこそ。ゲッチュ。はい、それではまたまたお手つきをした月野さん、マイナス1ポイント。やだ。足手まといな人は地獄へ落ちて行きます。本
本当に足手まといなのよね。麻布十番高校の恥よね。いや、非常に厳しいお言葉。それでは第3問目。クイズの形式が変わるざます。マネかマツかでお答えください。タカを英語で言うと、ホーク。魚を英語で言うと、フィッシュと言いますが、丸×問題だって言ってるでしょ。まだ問題が終わってないざます。では、タイガーを英語で言うと、もちろん虎である。丸か×か。丸よ。はい、お出しください。はい、丸×分かりました。さて、正解は×です。やったー、なんてよ。タイガーは英語で言ってもタイガーでしょ。はい、×の方は正解。お二人ともおめでとう。日の礼。日の誠。最後の楽園へようこそ。ワンダフォー。はーい、ということで、ハワイ行き4人組決定。そして先ほど2回連続してお手つきをした月野さん、マイナス2ポイント。真っ暗だよ。出るよ。怖いよ。バーイ。作戦通り。これでこの子たちはもう二度と夢を見ることはない。あとはこいつらを餌に、あの光のチビを。シッ、ギャラクシア様には内緒でね。でもどうやってもあのお団子頭だけは洗脳できないわね。まさか一問もできないなんて思わないじゃない。バカもあそこまで行くと強敵よ ね, ね。でもああいう純な子に限って美しい夢を持っているのかもしれない。あら、やだ。どうせお利口さんの私たちなんか美しい夢なんか持ってませんようだね。どうして持ってないんだろう。え、美しい夢どころか普通の夢だって僕たちは見たことがない。夢を見たことがない。考えたこともなかったわ。僕たちだけ夢がない。なぜなぜなぜ なぜ怖い夢を見ちゃうよ。怖い夢でも見てみたい。助けて。洗脳されなくて。え、さすが私たちのプリンセス。どういうこと？罠だったのよ。罠？クイズに正解するたびに洗脳される仕掛けだったみたい。じゃあお酒が洗脳されなかったのはバカだ。全問不正解だからよ。あ、わざと間違えたのよ。ね、もちろんよ。当たり前じゃない。あんな簡単な問題。さてと、問題はこれからどうするからな。バカも役に立つ気があるのね。なんか言った？大変よ。どうした？あのテレビ局の上空に時空の穴が開いたわ。時空の穴？
私が落っこったからだ。先、どんどんその穴に町のエナジーが吸い込まれていってる。このままだとこの町の人のエナジーまで。早く手を打たないとこの町は死ぬ。そんな、私の町が死ぬなんて嫌だよ。行こう、詐欺。うん、目指すのはあの場所。この町を死なせはしない。アミちゃんたちも必ず助けてみせる。何の用だ。クイーンベリル様は？用件を言え。あ、どうした？私がいてはまずいか？いえ、クイーンベリル様はギャラクシア様に騙されているんじゃないんですか？何？滅多なことを言うものではない。だけどギャラクシア様は宇宙のすべての生き物からスターシードを奪い取り、星たちを流星に変えてしまいます。この地球も。ちょっとあんた何言ってんのよ。いくら僕たちが人間になったって地球がなくなってしまったら夢が見れない。すいません、この子最近おかしいんです。ギャラクシアは私にこの星を残すことを約束してくれた。持ち場に帰れ。さあ何してんのよ。星たちを流星に変えてしまう。なんてやつなの。許せないわ。誰？セーラーギャラクタ。ギャラクタ軍団。セーラーマーズ。セーラーマーキュリー。セーラービーナス。セーラージュピター。みんな先、変身だ。ダメ、戦わないで。お願い。そう、変身。お願いやめて。みんな大切な仲間同士じゃない。今度は無駄よ。骨の髄まで悪夢が染み込んでるわ。もう夢を見ることもない。どうして、なんでこんなひどいことをしなきゃならないの。夢のためだよ。ぼっこじゃないの。おじいさんには分かんないわよ。夢を見ることのない僕たちの気持ちなんて。夢を。おしゃべりが過ぎるわよ。仲間に殺されたくなかった。心を覗かせてもらおうか。逆らっちゃダメよ。私はどうなってもいい。でもみんなをあんな風にしないで。残念ですけど君は相手にしてません。欲しいのはこいつらの夢を。ブルース、ちびちびお願い、あなたの光を貸して。願いは通じなかったようだな。ギャラクシア。さあ殺せ。こいつらのスターシードを奪い取れ。みんな、スターシードを取られるのはお前だ。
こと騙すなんて。マーキュリーいないでよ。ギャラクシア、まだ生きてたのか。私のブレスレットで操れない選手がいたとはな。そんな、スターシード持ってないなんて。そんなものは塔の昔に捨てた愚か者。よいか、お前たちにも未来はない。あの光は、くそ、また邪魔するつもりか。そうはさせん。時空を自由に操れるなんて。これからお前たちにふさわしいそれぞれの死に場所を用意してやる。いたぞ、今と未来の白い月のプリンセス、クイーンベリル。もはや決着をつける時だな。あなたは利用されているだけ。黙れ。黙らない。ならなぜギャラクシアをセーラーサタンを覚醒させたの。サタンが覚醒した時、それはこの地球が滅びる時よ。あなたの愛するこの地球が。脳ガキはそれまでか。出たな、偽物。何をしている。早くこの二人を殺せ。その冷たい瞳、あなたはエンディメン王様なんかじゃない。クイメリル、あなたは騙されているの。何を証拠にそのようなこと。証拠？だったら私のパパなら答えてちょうだい。私の夢は、誕生日は、好きな食べ物は、好きな男の子のタイプは、マナとあなたの結婚記念日は。ほーら答えられない。エンディング。その光は地球を司るスターシード、タキシード仮面様。お前の名前を呼びながら死んでいったぞ。ひどい、ひどすぎ。返せ、タキ。タキシード仮面が殺されたということは、二人とも私が作った泥人形。心など持たぬ。ラロクシア。あなたは人間じゃない。これを返して欲しかったら力で奪い取ってみろ。返して、アモちゃんを返して。お前のような奴を見ると虫が走る。返して。おい、ジミウさん。ジミウさん。ウサギ、しっかりして。聞こえる？未来を守ってね。ダメ、目を開けて。私の夢はセーラームーンのような強い戦士になること。大好きだよ。私も大好きだ、強い戦士が。その子の遺言だ。お前を強い戦士に育ってやる。現実を拝んでから死んでいけ。
この場を任せろ。無理よ、誓ったはずよ。この中で一人でも生き残ってプリンセスを。早く行け。ウラノス、プリンセス、ギャラクシア、お前たちなどこの私の前では無力だ。ふざけるな。セーラープラネット、やだ。その程度か。こちらから行くぞ。ガラクタマグナ。何度やっても同じこと。さあどうする。このブレスレットをいただいて、今度こそ本当に僕たちの仲間になる。ふざけないで。あんたたちの仲間になるくらいなら死んだ方がマシよ。はあ、プリンセスさえ守れれば私たちはどうなってもいい。あんな弱虫どうだっていいじゃない。あんたたちなんかに分かるもんですか。あの人は私たちの夢。夢？夢を守ることが私たちの使命なの。この星の全ての人たちの夢、それを守るために私たちは戦う。あの人が消えたら私たちの夢も消えてしまう。また夢か。夢夢夢、何なのよ一体。あんたにだってあるだろ、夢の一つぐらい。能書きはそれだけか。誰も信じることのない戦士、お前のようなやつには永遠よからない。楽しんでから殺そうと思ったが、私を本気で怒らせたな。みんな、セーラームーン。見るがいい。お前の仲間たちの最後を。あなたを愛しきるため生まれたこと今わかるの。あなたの中で私たち生き続けるから、あなたと愛し合えたから、私がいた。あなたなしは私は私でいられない。この
プルートに何かけて許さない。お前たちのような戦い方を犬死にという。ギャラクシア様、とどめは私たちが。待って、何のつもりだ。お尋ねしたいことが。邪魔するな。どこに用はない。ギャラクシア、あなたは私の憎しみを利用しただけなの。当たり前だ。お前など私にとっての使い捨て人形、消えるか、それとも部下となって生きながらえるか。私もかつてはこの星の女王、誇りは失いとうございます。ならば黙って死ね。はい、あなた様を道連れに。タキシード仮面が殺された今、未来のエンディミオン様はない。ならばお前こそ我が恩敵。生意気だ。ゲッカークライ、ガッパワー。地球の生き物とは面白い種族だな。ギャラクシア様、弱い奴らが。それでも我がキャラクター帝国の戦士か。考え直すなら今のうちだぞ。おのれ、やられるなら差し違えてみせる。その誇りに免じてお前には特別な死を与えよう。お前たち、クインベリル様、すいません。あなたを殺さないと僕たち人間でいられないんだ。やれ、ワン、ツー、スリー、ラブロークロス、ダイレス。なぜ助けた。同じ匂いがするから。誰かを本気で愛した時に初めて心の形が見える。あなたが愛したその人を叶わぬままに私も愛して、孤独の形を見続けました。深く定めと信じた愛を無残な裏切りで殺められたら、この身を支えるのは憎しみだけ。私にとって憎むことは愛することに。お逃げなさい。何？サイレン！わー！
どいつもこいつも笑わせてくれる。私たちが倒れても必ずセーラームーンがあなたを倒す。あいつにそんな力はない。力で倒せないものがあるわ。ほう、それじゃあ見せてもらおうか。よく見てろ。サタン、セーラーム、今までにも何度もあったでしょ。だけど生まれ変わっていつもあなたのそばにいた。やだよ、知らないで。何度生まれ変わっても私たちは誰のために生きていくか決まっているの。あなたのいるところ、そこが私たちの本当の夢のある場所。少しは骨のある部下がいたようだな。部下なんかじゃない、友達なの。世界で一番大切な仲間なの。ギャラクシア、こんなことが楽しいの？あなたにだって赤い血が流れている。あなたも本当は心の中で傷ついている。そうでしょ。黙れ。止まらない。やらばしね。あなたは私を殺せない。だって私はあなたを殺す気がないんだもの。私はあなたが同じ人間だと信じているもの。何だと？何を見てる？やれ！なぜ私たちには涙がないのですか？なぜ夢がないのですか？教えてください！けだものの分際で何を言う？けだもの？私たちは！けだもの！使い捨てのな！運をわきまえろ！やめなさい！この人たちは、きっと消えていった私の仲間から信じ合う心を教わったんです。人の優しさ、悲しさが分かればけだものではありません。ならばこいつらの正体を見せてやろう。やめなさい。すべての人間を、すべての生き物を私は守る。それが私の夢。何をしてる。人間になりたかったらあいつを殺せ。いやーね、急にセンチになっちゃって。羨ましいね。君はたくさんの夢を持ってて、それに夢を語れる友達もいっぱいいたし。それじゃあ私たちにも見せてもらおうかしら。夢、夢、夢。何の真似だ。ギャラクシア様、お世話になりました。けだものの姿に戻されたいか。けだものはあなたです。心があればもうけだものではない。お前の負けだ、ギャラクシア。お前どうやって。プルートが死ねばもう時空を守る戦士はいない。そうか、一人ではあまりにも寂しくて死にに来たか。本当に寂しいのはお前ではないのか。見ろセーラームーンを。仲間が皆殺しにされても、憎むどころかお前を回春させようとさえしている。戦えば戦うほど惨めになるのはお前だ。そうかな。ならば私を恨むようにさせてみるか。どこへ行く。タキシード仮面様。我々はギャラクティカ帝国最強の戦士だ。ふざけるな。お前たちぐらい僕たちが。やめて。こいつらはギャラクティカの人間よ。アマゾン発見。まるでそよ風のダンスだな。何？やめて。セーラームーン、どれだけお前に会いたかったことか。どれだけお前に会いたかったことか。マモちゃん、楽になったらどうだ。おとなしくスターシードを渡してな。何をしている。戦え、セーラームーン。できないよ、いくら人形でもタキシード仮面様と戦うなんて。許せない、ギャラクシア。お前らわかっていない。
この世が何でできているのか、この世界を作っているものは何なのか。良いか、愛をなくせばこの宇宙は消える。黙れ死に損ない。都会、お前の非力さゆえにお前の仲間は全て死んだのだ。死んでなんかいない。必ずみんなに会えると信じている。では会わせてやろう。闇の中でな。愚か者。何、クイーンベリル。この宇宙を消してはいけません。月のプリンセスよ、あなたが消えればこの世界はなくなる。なくなればもうあなたを憎むこともできない。たとえ泥人形でも私はあなたと。消えろ。我が使命はこの世界を消し去ること。セラム、手を出してはいけません。この戦いに宇宙の存在全てがかかっているのです。チビチビ。セーラームーン、お前さえ死ねば無駄な苦しみも終わる。私はまだ死ねないよ。私はこの世界が好き。泣いたり笑ったり、みんなと出会ったこの世界が大好き。だからもう一度みんなを取り戻してみせる。そして誰よりも大切なマモちゃんを取り戻す。そんなに私が大切なの？お前の持つ全ての力を私にくれ。それが愛してる証ではないのか。あげるわ、私の持つ全ての力を。全宇宙に危機が迫っている。全てが崩壊し、残るは恐ろしき沈黙の世界。それを救えるものは何か。それは殺伐とした殺し合いではない。全宇宙を救えるものは、相手を思いやる優しき心、自らの命を懸けてでも愛する者たちを守り抜く勇気ある心なのだ。エンディミオン様。負けるな、ウサ。負けない、私は戦うわ。さあ皆さんついてきてください。チビチビ、この光は希望の光です。ねえ、一つだけ教えて。ずっと気になってたんだけど、あなたは？ギャラクシアの何？私はギャラクシアのスターシードです。スターシード？さあ行くのです。星が生まれ星が帰る場所、星たちの聖地、ギャラクシークルドロンへ。Thank you.
オスは恐るべき力に復活してきました。やがて苦しくやむことのない戦い、私はこの殺戮の歴史を終わらせるためにカオスを自らの体内に封じ込めたのです。そうするしかなかった。そうしなければ銀河を救うことはできなかった。しかし私の体は徐々に蝕まれ始めました。この体の全てがカオスに支配される前に、私は自分のスターシードをカオスの目の届かぬ銀河の彼方へと放ったのです。そのスターシードの主人が私です。そしてカオスに体中を侵食され、独裁者の道を歩んでしまった最強のセーラー戦士が。そんな伝説のセーラー戦士がいたな。ついに目覚めたか、あの忌まわしい光が。来たわよ、ギャラクシア。ほう、私への憎悪、そこまで眩しく力がみなぎるか。力がみなぎるのは憎しみのせいじゃない。愛するみんなとの未来を信じてるからよ。愛するみんなか。あれは私が奪った銀河中のスターシードだ。欲しければ戦え。戦うわ。戦ってみんなのスターシードを取り戻してみせる。できるかな。できるか。セーラー戦士たちが信じ合う強さを教えてくれた。死に損ない目が。もう死ぬことなんて恐れない。彼女の勇気に僕たちは全てを託す。黙れ。ガッカーインプレッション。やるぞ。守るなよ。全銀河を支配するために、全ての星の輝きには消えてもらう。ヘラギャラクシア、お願い、あなたの光を貸して。この光は希望の光。あの時にがした、清らかなあなたがここにいる。もういいの、もう戦わないで。私があなたなのだから。近寄るな、来るな、来るな、これ以上近寄るな。さあ今です、セーラームーン。忘れたあなたの希望、私はこの光できっと全ての未来を救ってみせる。スターライトハネムーンスラッピーキス。何この音は。私は星になり損ねたのだ。そしてコルドロンの闇の支配者。私は今解放され、カオスという宇宙最強の星へと進化する。そのためにはお前のシルバークリスタルを飲み込み、この場所を原初の海へと変える。
のだ。ダメ、力が。セーラームーン、みんなごめんね。ダメ、最後まで諦めちゃダメ。やっとここまで来たのに。マモちゃん私と一緒になれ、セーラームーン。この母なるコルドロンがお前の墓場だ。グラスカースーパーアストリン。ありがとう、私を伝説の戦士に戻してくれて。セーラーギャラクシア、私は今この海へと帰り、未来を、お前の仲間たちの星の未来を救ってみせる。ギャラクシア、セーラームーン、今度生まれ変わったら友達でいてね。行くわよ。何をするの。けだものでも、夢がある星、そこへ行ってくるよ。お前はそうやって同じ海から生まれた兄弟たちを消し去ってきた。兄弟たち、光の力を求めて銀河をさすらう邪悪な闇の化身たち。それはここから旅立っていったお前の兄弟たちなのだ。今まで戦ってきた敵たちが私の兄弟。お前は光、私は闇、今再び手を取り合う時が来た。ホルドロンに代わり、ついにこの私が全宇宙を支配する時がやってきたのだ。そんな、愛する人のために、仲間のために戦ってきたのに、もう何のために戦えばいいの。わからない、もうわからない。ウサギちゃん、アミちゃん、ウサギ、姉ちゃん、あなたの愛がある限り、私たちはあなたのそばにいる。みんな、ギャラクシアの希望の光が私たちを解放したの。すべてを捨て去る勇気と、すべてを受け入れる勇気。忘れかけていた無敵の力、迷わず戦おう。分かったよ、私はもう迷わない。忘れて終わらせないで、あなたの姿。
界の洪水はコルドロに散っていった戦士たちのセーラークリスタルだ。それが姿を取り戻して自分たちの星に帰っていくのよ。これもシルバークリスタルの力なのか。そうさ、タキシード仮面様、僕たちはまた一つになるんだ。旅の今日が始まるよ。メラはデイビースイート。数えきれない出会いと別れ、繰り返していつも最後に、僕の前にいるのは君だけ。言葉知る熱いもの胸に、メラはデイビースイート。もう絶対離れないよ。わかるかセーラームーン、君が今まで倒してきた敵たち、なぜみんなが君の力を求めたのか。それは君が愛する私を、愛する仲間たちを求める気持ちと同じなんだ。そうだね、みんな一人ぼっちが欲しい、だから求め合うんだね。一つになりたくて、一つ、それが私たちの始まりだから。懐かしい匂い、クイーンベリルがいる、ギャラクシアがいる、みんなまだ生まれたばかりのスターシードだもん。また未来を作っていけるよ。永遠に続く新しい伝説を作っていける。あの流星は夜明けのもっと白く、ネオミレニアム運んで来ている。Oh
ました。